じゃあ海外の売れ行き、完売タイムチェックしていきたいと思います。今週はシプリーム24年 SS シーズンの Week 14ですね。レギュラーアイテムのみの発売週となっております。レギュラーアイテムが全部で13アイテム発売予定。海外ではもう発売となりましたので、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。 はい。こちらはスプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、早速海外の売り機からチェックしていきたいと思います。えー、まずはスプリングのヨーロッパ、カンバイタイムから見ていきたいと思います。タイム早かったのは、コラージュジップアップのホワイト、えー、それから、えー、フーデットスタジアムジャケットのブラックスクリプトバギーショーツの ウォッシュドインディゴっていう形になっております。コラージュのフーディは37秒。それからスタジアムジャケットは43秒。デニムショーツは61秒という1分くらいですね。そんなに今週は早くなさそうですね。 注目なのは、コラージュのホワイトが結構、上位で、バーバーバっと売れてますね。1分ぐらいで売れてきていると。それから、スタジアムジャケット、これはやっぱり海外でも人気になってますね。ブルー、それから最初にブラック、そしてレッド、だいたい1分前後ぐらいから売り切れになってきていると。そして、これも注目のアイテム、トレー、ジャガー大切シャツ、レッドターン、80秒ぐらい、80秒、81秒とかってなっております。 レッドカラーが人気っぽいですね。で、バギーショーツは最初ブルー一つありましたけれども、ウォッシュドインディゴ、ブラック、ブラウン、32、38、34、そなあたりのサイズがたい100秒前後ぐらいで売り、売れてきていると。人気どころはやっぱり日本も海外も同じような感じですね。ストライプテリー、これも注目のアイテムですけれども、110秒ぐらいロイヤルとレッドが売れていると。 え、いかはかのようになっておりました。え、コラージュのシャツが結構早いのかなテリーシャツ、トレイジャガード SS シャツは、ブラックよりもレッドとかブラウンとかの方が早いっぽいですね。え、とかっていう感じになっておりました。だいたいまあ人気どころは集中してるかなという感じです。え、完売状況を見ていきたいと思います。まずは、スタジアムフーディー。これ全部。 売り切れですね。スタジアム、ジャケット、全部売り切れ。トレイジャーガードシャツ。これも前からソールドアウトですね。コラージュフーディ。これも2色ともソールドアウト。で、なんかブラックが少し色が変わったみたいで、パープルが入ってますね。えー、元々のプレビュー画像だと、えー、全体的にモノトーンっぽい感じだったんですけども、結構あの、あの、パープルとか白とか、そういう色が使われる、えー、ブラックに変わったみたいです。えー、そして、いく、 ステンシル T これも残ってると。テリーポロ。テリーポロブルーとレッドが人気になっていると。ブラックは余ってますね。そしてトラウザー残っている。それからスクリプトのバギーショーツ。これ人気になっております。前からソルダアウト。エイクイップのショートパンツ。これは残ってると。あ、これも人気になってますね。サイドパネルの、サイドメッシュのキャンプキャップ。これも人気になっていると。前から、あ、レッド以外全からソルダアウト。これいいですよね。スポーティーで。 特にホワイトとか結構、あの、爽やかだし、スポーティーだし、かっこいいですね。えー、そしてイタリアキャップもレッドとブラックが売り切れ。そしてステンシル B には残ってると。そして国内は元気になっておりますが、七味が残ってると。えー、それから、えー、このインセンス。クンバのインセンスですね。これは、えー、スタンドも、えー、インセンスも残ってるという。アクセスリー類は結構数多そうですね、今回ね。 というような感じになっておりました。そして US。US の本を見ていきたいと思います。まず完売タイムから、スタジアムジャケットのブルーが早いですね。15秒。それから、ジャガの SS シャツは、US はブラックが一番早く売り切れていると30秒ぐらい。で、デニムショーツは、 ブルー、やっぱり人気になっていて、80秒。まあ、US も同じくそんなに早いんないですね。スタジアムジャケットのブルーのみ15秒とかっていうタイムありますけれども、まあ、だいたい1分以上ぐらいはかかってるのかなという感じなので、そんなに早くないと。まあ、だいたい似たような感じですね。トレイジャガードシャツ、それから、スタジアムジャケット、そしてバギーショーツ、この辺が人気になっていると。コラージュ、フーディーは1分、 100秒ぐらいから、EU では結構人気でしたけれども、US では100秒ぐらいからの完売になってきているということで。えー、ジャガードの S、えー、s シャツは、レッド、タン、それからブラックとかって感じなんかな。えー、という人気になっているという感じでした。そんなに早くないですね、全体的に。 え、看板除去。スタジアムジャケット、まず売り切れ。トレイシャツ。これも全カラー売り切れ。コラージュの封じ。これも全部売り切れ。まあ、US も EU と似たような感じですね。イクイップのスウェットは残ってると。ステンシルの T シャツ。これも残ってると。ポロはブルーのみ売り切れ。トラウザー残ってる。バギーショーツ。売り切れ。イクイップショーツ残ってる。そしてサイドメッシュのキャンプキャンプ。これも全からソールドアウトになってますね。US も。 EU はレッドのみ残っておりましたけれども、ほぼほぼ完売になっていると。イタリア、イタリアは、レッドとブラック、これも同じですね。ステンシル B にこれ残っていると。七味と、あと、お子とお子立てこれは残っているという状況でした。ほぼ US と EU 一緒ですね。イタリアのブラック、レッド、それからこの、キャンプキャップ、これ人気になっております。それから、バギーショッツこれ前からソールドアウト。そしてポロのブルー。 それからコーラージュフーディートレイシャツ、そしてスタジアムジャケット。まあ人気どころは大体似たような感じになっていると。まあ日本も同じような感じになる可能性が高いですね。ということで、US の販売状況を見てまいりました。タイムはそんなに早くなかったですけど、まあ全体的に売り切れになっているアイテムが多いというような印象ですね。数は上あるい、もしかしたら全体的に少なめなのかもしれません。 そして着が見ていきたいと思います。まずはスタジアムジャケット、注目のアイテムですけれども、これ、まあ季節的にまあそんなに完売になってないですけども、これ、もし FW だったら結構人気になりそうなアイテムですよね。ロゴこんなに大きく入ってて、価格も4万2000円とかなんで。まあこれは結構良さげですよね。審査レート入ってるんで結構冬でも使えると。 いうようなアイテムになってるんじゃないかなと。まあ冬を見越して今から買っとくのもいいかもしれませんね。ブルーが多分人気になると思いますけども、このレッドゴールドっていうのもかっこいいですね。バーガンディっぽいフードがついてると。そしてブラック。ブラックはまあちょっと MA1 風のジャケットになってると。と いうような感じでした。スタジアムジャケット。これは結構いいアイテムなんですけど、SS なのでどういう動きになってくるかちょっと読みづらいですけど、まあそんな即完売って感じにはならないと思いますけど、完売にはなってきそうなアイテム。それからコラージュ。え、フーディーですね。え、これも結構海外では人気になっておりました。まあ全体総柄のフーディーですけども。まああんまりシュプリームっぽくない感じの仕上がりになってますけど、 シュプリームってロゴはどこかに入ってるのかなどっかにありそうだけどね。あ、ここに入ってますね。この辺に入ってると。えー、いうような、えー、総柄のプリントのジップアップフーディー。ホワイト結構人気になってますね。それからブラックがちょっと色が変わったみたいで。もともとは結構、あの、ものとでも、 プリント自体がこう、えー、ボディのカラーと同化してるような雰囲気にのアイテムだったんですけど、パープルとかホワイトが結構強みに全面に出てきて、なんか結構派手な感じに変わりましたね、えー。ということで2色で発売予定。それからイクイップのスウェットシャツとスウェットパンツこれ結構僕的には好きなんですけど、まああんまり人気ないですね、海外では。オレンジとか、えー、バーガンディ。このす、えー、斜めのラインがかっこいいですよね。 えそれから、ブルーとネイビー。えそして、ブラックはブラック単色で、えこのように、あの、グレーのラインが入っていると。このショートパンツも結構良さげですよね。この斜めの線がなかなかおしゃれだなという感じがしますね。えそれから、えこれが注目のアイテムの筆頭ですね。今週のウェア類では一番注目アイテムの一つになってくるんじゃないかなと思いますけれども、トレイのデザインのジャガードですね。ジャガードのトレイデザインの シャツ。まあ、レッドカラーが一番注目かなと思いますけど、レッドはでもまあ、好き嫌いが結構分かれるんで、レッド着るって人と、レッドは赤と、赤のえ服はあまり着ないって人で結構分かれると思うんで、まあ、レッドカラーがどういう動きになってくるのか、ちょっと微妙なところですけど、もともとのオリジナルデザインがローレッドなんで、このトレイのデザインが。なので、まあ、レッドは一番注目、最有力のカラーかなと。 いう感じがしますけどもルックブックや、それからエディトリアルでも非常に着用されてますし、シュプリムも押しているカラーと。それからタンカラーと、そしてブラックも出ますけども、ブラックも結構かっこいいですよね。渋いというか。タンもいいですしね。それからテリーポールも発売になります。これもいいですよね、夏に。テリーっていうのはタオル地っぽいやつですね。コットンテリーのポロシャツ、夏に気持ちいい。 え、シャツですけども、これなんか季節感バッチリなので、非常に人気になりそうですけど、まあ注目はやっぱりこのブルーですね。最初に見た爽やかなブルー。え、それからステンシルティまあこれはシンプルなロゴものの T シャツですけどこういうのもやっぱり人気になりやすいですね。国内は特にあの、え、こういうロゴ、シンプルに入ってる T シャツとかは人気になりやすいので、まあ結構注目アイテムですけど、そこそこ数はあると思うんで。 まあ、速乾になってくるかっていうのはちょっとわかりませんけども人気になりそうだと。それからバギーショーツ。まあ、バギーショーツは今週は結構これ注目のアイテムですね。え、ウォッシュのブルーが買いが早かったですけど、あとまあ、ブラウンも結構注目かなと。ブルーとかブラックがやっぱりデニムのアイテムなんで人気になりやすいんですけど、ブラック、あ、ブラウンが結構いいに、いい色ですよね。え、スクリプトがスプレムのロゴがあまりこう、えー、こうわかりにくいっていうのもかっこいいですね。 シプリームって書いてあるのか何だかちょっとわかんないですね。一見しただけじゃ。その辺もまた評価ポイントになってくるかなという感じです。そして最後、アクセサリー類。あ、これ結構いいですよね。サイドパネルのサイドがメッシュになっているスポーティーなキャンプキャップ。このボックスロゴラバーで入ってるんですけど、特にホワイトとか、他にホワイトが赤ボックスなんですけど、ホワイトが結構かっこいいなと。 個人的には思ってるんですけど、他の色も海外で売れてますね、えー。ホワイトはなんかスポーティーな格好に、まあジャージのセットアップとかで合わせるとかっこいいんじゃないかなという感じしますけれども、どうでしょうか。えー、なので、まあこのもう結構注目のアイテムになってくるかなと、日本でも結構人気になりそうですね。スポーティーだし、涼しげだし、いいですね。えー、そしてイタリアのキャップ、えー、レッド、ホワイト、えー、それからブラック、この2色は海外でも人気でした。 えー、それからお香が発売になるとお香立て糖これ数結構ありそうですねお香お香自体はなんか海外のオンラインストアだと4個ずつぐらい買えたんでお香たては1個ですけども、えー、それからこれは国内発売なしです残念ながら、えー、七味の、えー、今週は発売なしか延期になりました八幡、えー、いそころの七味セットこのこの箱に入ってるんですね 48ドルだったかな海外。結構高めで出してきましたね。国内の価格がいくらになるのか分かりませんけども。まあ、日本のものなんで、日本が一番安いってパターンもあーたまにあるんで。なので、ちょっとあの値段の方は期待して待ちたいですね。いくらだか分かりませんけど。48ドルで普通にシプリームの値段で換算して1ドル200円とかにするともう1万円近くになっちゃうんで、それはさすがにないだろうっていう感じはしますけどね。どうでしょうか 楽しみですね。えー、それから Air Horse 1がなんか中国限定でこの数種が赤のやつが近日発売予定ということで着画が出ておりました。まあこれはいずれ日本でも発売するかもしれないですけど、とりあえずシプリアムの上海店のみで発売みたいですね。なんでそういう感じなのかちょっとよくわかりませんけども。えー、まあいずれ発売になってくる可能性は十分あるんじゃないかなと。 思います。ということで、えー、今日は海外の売れ行き販売タイム、そして着がチェックしてまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。